スプリーチングとは何か、そしてブルートークンでどのように稼ぐかについてです。これは重要な動画ですので、ぜひ最後までご覧ください。スプリーチングはユーザーが自分のスマートウォレットに暗号通貨の報酬を受け取ることを可能にします。報酬のリクエストは24時間ごとに行うことができます。報酬はあなたの暗号ウォレットのアドレスに送信され、すぐに使用可能になります。スプリーチングは世界中の何百万ものユーザーによってセイクオーラに利用されています。この技術は高価な機器やブロックチェーン技術の深い知識がなくても、人々が利益を得ることを可能にします。スプリーチングを管理するにはスマートフォンがあれば十分です。スプリーチングを始めるには、ステップバイステッププラン、すべては簡単です。まず、あなたの暗号ウォレットにブルートークンを持っている必要があります。次に、ウォレットでスプリットコントラクトを結び、トークンを最低24時間凍結する必要があります。最初の補修は24時間後にリクエストできます。補修をリクエストすると、新しいカウントダウンが始まり、その後、毎日20時間ごとに障害にわたって、日々の補修を受け取ることができます。受け取った報酬はどうする？スプリーチングによって得た暗号通貨は様々な方法で簡単に資本化できます。取引所や内部交換所で売却し、フィアットに換金する。近々デビット暗号カードに交換して、ほぼ全ての国で使用する。国内マーケットプレイスで物理的な商品を購入するために使用する。スポット取引をする。レバレッジをかけた先物取引をする。ゲームエコシステムで使用する、または新しいスプリットコントラクトを締結して、毎日の報酬を増やし続ける。スプリーチングはどのように機能しますか？スプリットトークンとプール。スプリーチングの基盤には流動性プールがあります。これは閉じられた自己一型の分散型システムです。本質的に流動性プールは大きな暗号通貨ウォレットです。その中には数十年にわたって凍結された暗号通貨が保管されています。このウォレットは分散型であり、所有者はいません。ブロックチェーンだけがそのウォレットに保管されたトークンを管理することができます。ブロックチェーンはスマートコントラクトの明確なルールに従ってプールから報酬を提供します。スマートコントラクトには市場の流動性を増加させるユーザーに報酬を与えるというルールがアルゴリズム的に組み込まれています。そして報酬を受け取る権利は特別な割合、スプリットによって決まります。スプリットはユーザーが報酬を受け取る権利を決定するための特別な目的を持つトークンの一種です。毎日プールでは一定量の暗号通貨が配分され、それが参加者の凍結されたスプリットトークンの総数で割れられます。ユーザーが持っているスプリットの数が多いほど報酬も大きくなります。ブロックチェーンは毎日各スプリットに対して報酬を計算します。これは時間に制限されておらず、今日のスプリットトークンの所有者の子供や孫もトークンを受け取ることができます。プールの参加者間で報酬はどのように分配されますか？分配される報酬の量は、ウォレットでのスプリットの凍結時間とハルビングの期間によって異なります。ハルビングとは、マーケットに出回るウルチマトークンの供給量を常に半分にするプロセスです。ハルビングの主な目的は、新しいトークンの発行を減少させることによって暗号通貨のインフレを抑制することです。現在、各プールでは毎日最大5トークンが参加者間でスプリットの数に応じて分配されています。この金額は参加者のスプリットトークンの総数で割れられます。得られた値は特定のユーザーのスプリットトークンの数にかけられます。そして最終的な数値が報酬の推定額、英語では My Estimated Reward の欄に反映されます。次のハルビング後、この量は半分に減少し、さらに減少し続けます。つまり報酬の量も減少するということです。したがって、できるだけ早くプールに参加する意味があります。急成長するブロックチェーン業界の一部になりましょう。スプリーチングを通じて報酬を受け取るはじめ、暗号市場で成功を収めるためにバトルブルズというゲームを選んだ何百万ものユーザーにジョインしてください。